柚子は、みかん族の常緑を高木、く、柑橘類の一つ、本柚子とも呼ばれる。消費量、生産量ともに、日本が最大である。果実が小型で早熟性の花ゆとは別種である。日本では両方柚子と言い,い、混同している場合が多い。また、獅子柚子は、果実の形状から、柚子の仲間として扱われることがあるが、分類上は、ザボンや、分担の仲間であり、 別種である日本では古くからゆず、ゆ、ゆずごといった表記やいず、ゆのすといった呼び方があった。和名称には漢名でゆず、和名もゆとして表されている。別名をゆのすとも言う。酸っぱいことから日本でゆずさんと書かれ、ゆずのさんの別名が生まれている。ゆずは古くはゆずを意味したが、 金星にはユズに近い大型柑橘類が伝わり、1712年の和漢三図杖ではユズには二種あり、大きなものの方はザボンとも呼ぶとしている。このザボンは分担のことで、1709年の大和本蔵にはザボンとある。また、大和本蔵にはザボンは、京子ではジャガタラユズと呼ばれているとしているが、ジャガタラユズは、 ジャカルタから伝わった分担の禁煙種で、シシユズのこととも言われている。学名の自由ノスは、四国、九州地方で使われた、ユノスに由来する。中国植物名は、ユズという。ユズは中国での古い名だが、今の中国語で、ユズやユズは分担を指している。本ユズは、中華人民共和国中央及び、西域、洋輔向上流の原産であると言われる。 中国から日本に伝わり、各地で栽培されている。日本の歴史書に、飛鳥時代、奈良時代に栽培していたという記載がある。花柚子は日本原産とも言われるが、詳しいことはわかっていない。常緑小田柿で、高さは4メートルほどになり、直立して大木になる。柿は初夏で、葉の脇に白い五弁の花を咲かせる。秋には休憩の果実を結ぶ。果実は、 比較的大きく、火肥の表面は凸凹している。種子の多いものが多い。酸味は強く、独特の方向を放つ。未完族の中で、最も体感性が強く、年平均気温12度から15度の涼しい気候を適地とする。柑橘類に多い草加病、海洋病への耐久があるため、ほとんど消毒の必要がなく、他の柑橘類より手がかからないこと、無農薬栽培が、 比較的簡単にできることも特徴の一つである。成長が遅いことでも知られ、桃栗3年かき8年、柚子の大場か18年などと呼ばれることがある。このため、栽培にあたっては、種子から育てる未生栽培では、結実まで十数年かかってしまうため、結実までの期間を短縮するため、ら立ちへの継ぎ木により、数年で収穫可能にすることが多い。海外では、 韓国最南部のチェジュ島やゼンラ南道港を境など、中華人民共和国の一部地域で栽培されている。現在の日本で栽培される柚子には主に3系統あり、本柚子として、亀頭系、早期結実品種として、山根系、無角柚子として、ただシキがある。ただシキは、本柚子と比較して果実がやや小さく、香りがわずかに劣るとされているが、 トゲが少なくて種もほとんどなく、果汁が多いので、本柚子よりも、ただ二色の方が栽培しやすい面がある。なお、収穫時にその実をすべて収穫しない柿の木の、木守柿の風習と同様に、柚子にも、木守柚子という風習がある地方もある、相模原市、沢井地区など、農林水産省の統計によると昭和40年代までは、埼玉県が主な産地であったが、 1970年以降は、高知県、徳島県などが主要な産地となっている。特に1990年以後から大幅に収穫量が伸びており、今日では四国地方の三県で国産ゆずの8割近くを占める。また、四国産地をはじめ、九州産地、中国産地、紀伊産地といった三間部に産地が集中しているが、 これは1965年頃から、それまでの主産業であった、農耕場生産、林業、木炭製造、和紙原料栽培の衰退や、それに伴う過疎化に対し、活性化策として、産地形成されたものが多いためである。西日本の産地が大規模化する一方で、東日本の産地は、相対的に、規模縮小しており、関東地方全都県を合わせても300トン程度に、過ぎない。 ソイの塩焼きマイタケと木に柚子を添えて、韓国の柚子茶柚子の果汁は、日本料理等において調味料として、香味、酸味を加えるために用いられる。また、果肉部分だけでなく皮も、七味唐辛子に加えられるなど、香辛料、薬味として使用される。いずれも、青い状態、熟れた状態の両方とも用いられる。九州地方では、柚子胡椒と呼ばれる。 調味料としても使用される。これは、柚子の皮に、皮が青い時は青唐辛子、黄色くこなしている時は赤唐辛子と塩を混ぜて作るもので、緑色、または赤色をしている。夕暗焼きにも用いられる。熟した柚子でも酸味が非常に強いため、普通は直接食用とすることはない。薬味としてではなく、柚子自体を味わう調理例としては、保存食としての、 ゆべしのほか、韓国のゆず茶のように花火ごと薄く輪切りにして砂糖や蜂蜜に漬け込む方法などがある。ゆずの果汁を砂糖と無発泡水で割ったレモネードのような飲み物もある。果汁は中杯糖にも用いられ、ゆずから作られたワインもある。ゆずの果実の内果肉の部分をくり抜いて器状にしたものはゆず釜と呼ばれ、料理の盛り付けなどに用いられる。近年では、 スペインの著名なレストランであったエルブジがユズを代々的に権限したのが発端となり、フランス料理をはじめとした西洋料理にもユズの使用が広まりつつある。ユズ果汁にはクエン酸、シュセキ酸、シトラール約9%が含まれている。果実は口内や喉の渇きを癒す清涼おどめかつ作用があり、果汁液にコレラ菌や腸チ,チフス菌に対する製菌作用が報告されている。 火火には、ビタミン C が豊富に含まれ、温州みかんとの比較で約4倍量ある。独特の爽やかな香りのため、様々な香水に使用されている。日本の植物から精油を生成する、日本国内メーカーが増えており、火火を圧搾することにより精油を採用している。その他、多彩な方法で利用されている。果獣削除後の残滓に含まれる精油が残滓を対比に、 するときの生物活性を低下させる要因になっていることから、生意を商品価値のある状態で取り除く方法として、超音波減圧水蒸気蒸留法が開発されている。収穫時期の冬場に、果実全体、または果皮を布袋に入れて、浴透量として湯船に浮かべる。薬効の成分は特定されていないが、血行を促進させることにより、体温を上昇させ、 風邪を引きにくくさせる効果があるとされている。肩こり、腰痛、神経痛、痛風、冷え症などに良いとされる。京都市京区佐賀水尾では、柚子の栽培農家9県が、柚子風呂付きで、鶏料理を提供している。果実は、大大孔、果皮は、大大孔側と称して焼くようにする。悪心、嘔吐、二日酔い、魚や蟹の食中毒に薬効があるとされ。 果実を11から12月に採集して、冷暗所に保存するか、輪切りに切って、天日乾燥して用いる。民間療法として、乾燥果実ついた治療2から 3g を 400cc の水で煎じて3回に分けて服用する、用法が知られる。また、風邪の初期に、就寝前に生の果皮を削ったものを、小さじ半分量か、果実1個分の果汁を絞り、砂糖か、 蜂蜜を適に加えて熱湯を注いだポン酢油を飲んですぐに就寝すると咳も和らげて効果が期待できる。疲労回復、冷え症などには果実が青い未熟化を切って焼酎に漬けたゆず酒を就寝前に杯月1から2杯ほど飲むとよく飲みにくい時は蜂蜜で甘く味付けしたり水や湯で割れるとよい。ゆず酒は十五度の焼酎一リットルに対して 未熟化2個の割合で浸して密封した上で冷暗所に3ヶ月保存してから中の果実を除いて作る。その他1には顔や手足にすり込むと肌荒れや赤切れ予防に役立つとされる。柚子の種子湯にはメラニンの生成抑制やアレルギー性皮膚炎の症状緩和の効果があるとする研究報告もなされている。俳句においては秋の季語。これは実を指し、 その花は夏の季語になる。また、ゆずゆは冬の季語となる。ありがとうございます。